どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のマインクラフト動画イグクラ始まりました。よろしくお願いします。さあ、えー、前回の続きなんですが、えー、ちょっとなんか違和感感じてる人いますかね。えー、変化があったのわかりますでしょうか、えー、本当に微妙なんですが、えー、なんかテクスチャーパックだっけ、えー なんんかかあののー、ていうんですかねこの見た目が、ビジュアルがこういういブロックのビジュアルが変わるのがマイクラっていろんな人が作ったやつがあってものによってはかなり、えー、見た目が全然違うブロックになったりして、えー、見た目の変化が楽しめたりとか川の水がすごいリアルになったり、えー、影があるような影モッドみたいなのを入れられたりするんですけどそれのマイクラがの会社が作ってるやつなのかななんかそれをちょっと入れてみました。 えー、だからブロックがちょっとなんか変わってると思うんですけど、えー、一番変わるのはこのガラスなんですよ分かりますかね、えー、今までとは全く違うと思うんですけどすごい透けて、えー、ちゃんと外が見えるようなガラスになりましたなんで、えー、ちょっとそれを、えー、試験的にというか入れてみましたベッドとかもちょっと 違ったりしてんのかな、えー、下のアイコンもなんか地図の絵ちょっと違ったり、えー、肉もちょっと違ったりあ肉食べよ肉食べますねお肉食べる音がうるさいからねびっくりしちゃう人がいるみたいなんでちゃんと宣言して食べた方がいいですねえー、なんかデザインもちょっとだけ変わってますけど別に機能が何か変わったとかは全くなくてうんまあ一番変わったのはこのガラスでしょうね ガラスが今まではガラス板とはいえ全然透けて見える感じじゃなかったんでなんとなく外が見えるっていうぐらいでねこれはなんかいいかなと思ってちょっと入れてみてるんですけどどうですかねブロックとかの感じは、えー、で入れドアもちょっと違いますね、えー、入れることによってなんか動きが重くなっちゃうんならちょっと考えなきゃなとか思ってたんですけど今のとこそんな普段と変わりはないなさそうですね えー、敵とかいっぱいいるとこ行ったら分かんないですけどでもうちょっと変わったのが大きな変化が、えー、この小麦小麦がなんかリアル小麦になってるんですよね小麦の中の小麦というかそのうん今までは緑みたいな感じだったっけどんな感じだったっけそれがなんかこの小麦色みたいな小麦なんで小麦色になりましたねこれはでもちょっと前の方が良かったかなとなんとなく えー、個人的には思ったりするんですが、えー、皆さんどうでしょうかねどっちがいいとかあればまたコメント欄とかツイッターとかに、えー、書いてくださいよろしくお願いします鶏が建物の上に行って卵を産み落としてますね、えー、ここも作りました、えー、自動ドアをちゃんと作りましたうんいいですね、えー、施設感がありますね自動ドアかっこいいなこれ簡単に作れますから皆さんも 作ってみてみくださいねちょっとまあこれガラスが透けてることにより、えー、この粘着ピストンがむき出し感があるのがちょっと微妙ですけどまあいいんじゃないですかただこのブロックは前の方が良かったな作った時は入れてなかったんで結構もうちょっとかっこいい感じだったんですけどどうですかね皆さんうんまあしばらくはちょっとこれでやってみましょうか えー、ここはなんか駐車場みたいにしようと思ってます、えー。氷を隠しながらね。黒い板ガラスは全然前と変わってない気がするな。透けてる感じじゃないですね。なんとなく建物なんで、ここに駐車場みたいな雰囲気に、えー、してみようかなと思ってます。こっちは全然そのままですね。えー、荷物も置きっぱなしだし、何もしてません。で、中なんですけど、まあここ、まあね、外装もそうですけど、ただのこういう施設なんで、 こここままでこだわる必要はなないかなと思ってます、うん、この辺はもう洞窟感あるんで、松明でいいかなと思ってます。さあ、ここはかなり変わりましたね。見やすくなりましたね。えー、このガラスブロックが大きな変化をしたんで、流れてくるところも、ここからピューンって上がるのも、えー、見えやすくなりました。で、ちょっと変えたのは、えー、この後ろを、えー、なんだっけこれん、黒曜石にしました。 というのも、あのー、経験値があれば、この修繕がついたやつは回復するって言ったと思うんですけど、これで攻撃したときに後ろを壊しちゃう、後ろのブロックだとすぐ壊れちゃうんで、硬いブロックにしました。間違えてここ、間違えてというかやっても、えー、そう簡単には壊れないですからね。えー、っていうやつにしました。えー、何度かここで経験値貯めたりしたんでね、えー、ゾンビ肉とか、革の服とか、えー、ちょっと溜まってます。 で向こうにある湿地帯に行ったら、えー、スライム行ってましたあエンダーマンも倒して、取れてないと思ったけど、エンダーパール取れてますね、えー。また倒すところも見せたいと思うんですけど、実はさっきちょっと取ってたんですけど、うまく取れなかったんでね、えー、また湿地帯とか、えー、前見つけたスライムがいる、スライムチャンクって言われる場所、洞窟の中の、あそこにも行きたいと思います。やっぱスライムボールがないとね、えー、なんともなんないんで。 作れないものもあるんでね。さあ、えー、っと、どうしようかな。うん、この辺もちょっと変えていかなきゃいけないんですけど、ちょっとブランチマイニングでもブツブツ言いながらやりましょうか。まあ、今日はこれを入れてみたよっていう話なんで、基本的にはね。感想とか書いてくださいね。僕はガラスはすごい気に入ってます。見えやすくなった方がいいんでねっとっと。あと、なんか変わってんのかな。なんかちょっと。 ちょっとずつは変わってるような気がしますよね。こういうのも。かまどもなんか違うな。えー、ちょっと変わってますね。うん。こういうのところどころ焼いたりしてます。ガラスも作ったりしてます。さあ、ブランチマイニング場行ってちょっと掘りましょうか。この間もちょっと掘りました。さすがに石とかなくなってきちゃったんで。よし。これに乗って、これを押せば、勝手に済みますからね。うん。 録画しながらでもそんな重くはないですね。えー、これ降りる途中にすごいゾンビの声するんだよな。近くにゾンビスポナーがあるか、どっかの洞窟とつながってたゾンビがいるかなんでしょうけどね。さあ、えー、こうこをね、こう囲ってくみたいなのやってましたけど、もうやめましたね。いや、これもちょっとなんか違うなうんこの辺は前の方がいい気がしますね。えー、こっち側は掘ってってたらすぐなんかマグマのたまりにぶつかっちゃったんで、基本こっち えー、左側の方を掘ってますかなりまあうんどのくらい距離掘りゃいいかわかんないんですけどなんていうんですかねえー、こういうふうに縦にバーって掘ってってえー、ある程度来たらこっちを掘るみたいにしてますちょっと掘りましょうかまあ無心でやるのも楽しいですよねえー、チャンネル登録ももうちょっと増えてくれたらいいですねなんかやっぱ 壁みたいななのあんのかな450人前後になってからそれを前後してる感じですねずっとここをただただ掘っていくだけなんですけどダイヤモンドとか見つかるでしょうかえーあと3月1日の金曜日の深夜に、えー、ソロトークライブやりますんでぜひ皆さん見に来てくださいねえーちょっと内容まだ完全に決まってないチケットの発売もまだもうちょっと先木曜日ぐらいに なっちゃいそうなんで、ギリギリにちょっとなっちゃうんですけど、予定だけは開けといてほしいですね。え12時ぐらいから開場して、朝の4時半ぐらいまで、始発が動くぐらいまでやります。本当に一人でやるか、まあ、ゲスト誰か来てもらうか、ちょっとまだそこら辺も未定なんですけど、どっちがいいですかね、ゲストとか、まあ、ゲストね、というかなんか誰かいないと、本当に一人ぼっちになっちゃうんで、楽屋とかで。それが寂しいんで、ちょっとそこもね、考えないと。 えこういう感じで、まあもっと本当はね、奥まで掘っていったりしてもいいんでしょうけど、こういう感じで掘ってます。で、ここをぶつかったら、ここをもっと掘り進んでいって、このメインの道路。ここもね、遠くに来すぎちゃったら、レールを敷いていった方が良さそうですね。移動するのめんどくさいんで。んなんか今見えた。えー、あと、ゴッドタン、えー、放送されまして、見てくださった方々、ありがとうございました。 なんかネットニュースにもおーっとマグマだこっち側がすごいマグマなんだよな怖いなうーんどうしよう気をつけなきゃなちょっと取りづらいな、えー、ネットニュースにもねゴッドタンのことを取り上げられてたみたいで LINE ニュースとかね まあ、Yahoo ニュースに載ってるから、そういうのいろいろ出た。お、鉄がある。うわ。ちょっと考え、こっちだけ取っていこう。とりあえず。出るんでしょうけど、なんか、何人かから連絡くれましたよ、ね。載ってたよ、みたいな。まあ、あのー、出方的にもね。お、金もある。鉄取りたいけど、マグマ怖いな。えー、前に出たね。鎖芸人セラピーみたいなの,のまあ、続きみたいな感じだったんですよね。出方的にはね。えー、なんで、うわっと、これ、ちょっと、 とすごいとこだったな。マグマだらけだな。ちょっと考えましょう。ここはね。なんとか。どうしようかな。あせっかく作ったブランチマイニング場がこんなにマグマだらけだったとはな。もうひとまずこっち降りましょうか。えー、続きだったんですけど、マシンガンズさんとね、えー、芸人の中で一緒に、えー、出させてもらって、なんかネットニュースの記事みたいなすごい滝沢さんをダサいみたいな。 なんか言ってたみたいなことでまあ別にね言ってることはあのー、僕が言ってることもめちゃくちゃなんでそれは全然、うん、しょうがないっちゃしょうがないんですけどそう言ってるわけではないんですけどねなんかみんなで西織さんのことをすごい言うっていう時間だったんで西織さん、ね、役者面してみたいなことを、えー、まあだ変わんないですけどね別にって言ってたんですけどあのー、まあ ヤフーニュースのコメント欄なんてね、別にこの世の一番の地獄みたいなとこだから別にまあ何でもいいんですけど、まあ多分ネットニュースだけを見た人がいろいろ自由に書いたりね、ごとたん見てくれた人もいるんでしょうけど、まあいいんですけど、ツイッターのね、DM でえ殺害予告みたいなのをご丁寧にね、送ってきてくれた人もいるんですけど、あの、まあ ダメなんですけどその、ね、そんなことしちゃダメなんですけど、その人のアカウントを見たらあの、結婚してて、奥さんも子供もいるみたいな人だったんですよね。うん、ダメですよ。あの、あのさ、そ,の <laughs> そんなお父さんだったら嫌でしょあの、まあ、執念で僕のことがムカつきすぎてこれまで見てるみたいなことがあるかもしれませんから、一応言っておきますけど。 ダメですよお父さんがね、そんなんだったらか悲しむから子供もね、えー。ちゃんとしてほうがいいよ。その芸人なんて何言われてもしょうがねえだろっていうかしょうがないとしてもその言うか言わないかですから殴っていいっていうルールなら殴るのかいっていうことですからね。うん、一応まあ通報しないでおきますから、改しにしてくださいね。えー、まあごとたんのこととか詳しいことはぶちラジでまた 話すと思います、えー、視聴者、視聴数がそれで伸びれば、えー、ラッキーですからね。あとなんか、似すぎてじわるっていうものまねのやつもみんなリツイートをしてくださいね。えー、堀直虎、江戸時代の大名の写真、僕に激似なやつをね、えー、やらせてもらってますんで、なんかうまくいけばテレビで取り扱ってもらえるみたいなんで、んこれを機にいろいろと宣伝していきたいですね。えー、何よりトークライブ、 来てくれたらありがたいです、ね、こういうねとこでも急に土があったりするんでねちょっとめんどくさいんですけどいやこんなにマグマだったかまあ一応この辺た松明とか置きつつ掘りつつで、えー、まあこういう感じで今はブツブツ言いながらやってますけどね一人の時はただただ黙々と掘るだけですからどうですかねそのテクスチャパックの感想も書いておいてくださいね みんなねかっこいいお父さんお母さんになってくださいねもうね何なん,なんでしょうねよいしょいやどうまあこのまま別になんかあんまりブロック変わってなく見えるのか僕がもう見慣れちゃっただけ,だけかなこの辺は別に変わってないですよねなんでガラス透けてた方が外見えたりするんでしばらくこれで行こうと思いますがなんかどうしても見づらいみたいなのあれば 言ってくださいね。おお、怖い。よし。まあ、こんくらいにしときましょうか。ここで終わりましょうかね。えー、とりあえずテクスチャーパック変えてみたよという、おー、近い、えー、ご報告でございました。そういうのをやったの初めてだったんで、ちょっとテンション上がりましたね。本当に変わるんだと思って。えー、なんで、他にもね、こういうことをやってみたらとかあったら、えー、お願いします。また、うん、散歩に行ったり、 冒険に行ったり、えー、したりしいいと思います、えー、なるべく近くに村とか発見できたらね、いいんですけど、それも、えー、また楽しみにしておいてください、えー。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、えー、そしてコメントもよろしくお願いします。3月1日、えー、ウエストランド井口のソロトークライブ、諸突盲信、そちらもよろしくお願いします。えー、詳細は Twitter でまた言えますので、チェックしておいてください。ありがとうございました。